こんばんは、こまめたです。はい、今日もシエルの下でミッションをこなしていきたいと思います。で、前回はあれだね、ハルピューヤ、四天王、二人目の四天王が出てきて倒せたねってやつだね。まあ倒せたではあるんだけど、その四天王ハルピューヤより道中がめちゃくちゃ難しかった。うん、めちゃくちゃ落ちた。何回落ちたっていうぐらい落ちたもんね。うん。で、ハルピューヤは3回ぐらいで倒せたのかな？もうとにかくあれだ。道中だ。本当に。で、今回は、何かな？お！残り2つになったじゃん。もう、割と終盤だったりする？じゃあ、ハッキング再生をやろうか。シエルさん、今回このミッションをお願いします。最近、レジスタンスベースのメインサーバーが強力なハッキングを受けてるの。それはまた大変。なんか、レジスタンスベース狙われすぎじゃない？まあ、そらそうか、敵対してるんだから。攻撃しているのは砂漠の、また砂漠かよ。砂漠行きすぎじゃない？砂漠の地下にある秘密基地からというのは分かっているんだけど、このままじゃ新エネルギーの研究が進められないの。新エネルギーの研究なんかしてるんだ。ゼロ、敵の秘密基地に侵入して、敵のメインコンピューターを破壊してくれね、破壊してきてくれないかしら。お願い、ゼロ。はい、いつもの決まり文句出ました。シエルさんの。はい、ゼロ、ゼロはね、ニートなんで。特にやることないんで。今回もミッションを受けていきます。え、何？何この不穏な音楽。え、ホラー？敵基地への入り口は覚えてる？気をつけてね、ゼロ。え、何この不穏な音楽。おう、そうだそうだ、ヘビいるんだった。いや、音楽なんかめちゃくちゃ不穏な空気漂ってるんだけど。お、びっくりした。ヘビ足元に出てくるから嫌なんだよな。よいしょ。ここだね。行こう。で、これはシエルさんが、シエル先輩が遠隔操作で罠を解いてくれると。すぐトラップを解除するね。相手は気をつけてね、ゼロ。で、ここトゲあるんだっけ、確か。よし、行くぞ。ちょっと待ってね。あ、怖え。ふぅ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。これ今まで気づかなかったけど、壁ジャンしてるとき声してるんだ。くそ。当たらない。チャージ玉だったら当たるか？オッケー。あ、これ前回ゼロが来たから落ちちゃうのか。これ下に降りても、よいしょ。こいつがいる。うわー、びっくりしたー。うわ。よいしょ。くそ、当たらね。いやじゃあ。よいしょ。よいしょ。よし、オッケーオッケー。え、なになんだなんだ、今回は水中ステージか。水中は初めてだな。なにこの、イカドリルだ。イカドリルだ。うわぁ、うわ、あぶねえ。お魚さんがいっぱいいる。なになになに、
カドリルを倒して、うわっぶね、めちゃくちゃ落ちるとこあった。うん、なんかこれ潰されそうだな。お魚、なんかめちゃくちゃなんかいつになく不穏な音楽だな。よいしょ、バカ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 、やっぱり絶対潰されるんだこの休憩地点があるってことは。いいぞ、バカ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 、危ない危ない、みんなして邪魔してくる。まあ、そらそうか。ん？こっちはなんかあんの？え、な、ミサイルが飛んできてたぞ、今。うわぁ！ミサイル、うお、ミサイルだ。ん？ここの、こっちに行けばいいんかな？なんかなんとなく登ってきたけど。あ！戻ってきちゃった。これ絶対戻ってきてるよね。くそ、イカドリル。よっ。くそ。無理か。ちょっとまた戻ってこ、上から行けないかなと思ったんだけど。できなかった。なんか、本当になんか嫌な音楽だな。おいで、こっちに行けばいいんか。ってことは。これは、どう、あ、サイバーエルフだ。このまま下行ったら落ちちゃう感じだね。くそ。うわ、バカ、危ねえ。なんかちょっと難しいんだけど。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。え、これ。よいしょ。どこ行けばいいの？え、どこ行けばいいの？え、船のボールで合ってるんだ、じゃあ。よいしょ。ん、どこ行くんだ？あ、なんか、上行けそうだな。上に行けそうだ。よいしょ。ん、どこ行きゃいいんだ？これ。うわ、あ、ちょっと待って、シンプル死ぬ。ミサイルに撃ち抜かれた。でも行けばいいところ分かったから、セーブしたところからやり直そう。ギリギリ攻めすぎたー。さあ、戻ってきた。レベルがね、C になってると思うんですけど、実は、あ、出て。続きで、ハルピューヤ戦から続きで実は撮ってて、セーブをするのを忘れたまま、ここのステージに来て、さっき死んじゃったんだよね。だから、やり直してたんだよ。そしたら、まあ、思いのほかうまくいって、レベルが上がっちゃった。上がっちゃったというか、維持できたっていう、感じかな。なので、C です。で、サイバーエルフも使わず倒せたので、なかなか、いい感じ、今。で、ここにも戻ってきたと、海に。で、ドリルイカ？イカドリル？イカドリルさん。たち、に、また再開して、よし。で、お魚とか、ウォープね。いてててお魚とかも、来ると。で、ここは、ダッシュ。くそ、イカドリル。お、サイバーエルフ。よいしょ。そう、海とか水中だと、あれだな。ジャンプが、浮力が働いて、ジャンプ力がめちゃくちゃ上がったりするんだけど、いつもとは違う挙動だからちょっとやりにくさはあるな。よいしょ。で、これは、焦らず行く。挟まれちゃうからね。よし。で、魚が来るから、よし。うまく倒して。で、この試合サイバーエルフみたいなね、確かね。おー。
して、サイバーエルフ。オッケー。大ジャンプできるから楽よね、ってところはある。え、ててて。くそ。ちゃんと前段当たっちゃうってよね。ここどうやって行くんだろうな。上上がった時に、ダッシュジャンプ。くそ、無理だった。これって、ててて、ジャンプして、めちゃくちゃ当たるんだけど、ミサイル。あ、ここだ、ここだ。あ、Z だ。一気アップ、ラッキー。ボンボンボン。うわぁ、後ろから撃たれた。くそー。地味に長いんだよな、ここまで戻ってくるの。よし、戻ってきた、海に。調子こいて、あんまりジャンプす、ばっかりしてると、下がトゲんとこに行っちゃうからね。よいしょー。あ！ほら、言わんこっちゃない。めちゃくちゃ高速フラグ回収だったな、今。船の上に戻ってきたぞ。あそこどうやって行くんだろうな。上に行ってみたい。あ、無理だ。いててて。また撃たれた。いててて。くっそ。あぶねあぶねあぶね。で、後ろからも来るのを注意しなきゃいけないな。キャップ取って。あ、待って、待って待って。オッケーオッケー。オッケー。やっと登れた。なんかここまで来るの長かったな。ん？ロックを解除するわ。待ってね。開いたわ。じゃあ、ゼロ。コンピュータールームを探して。マシーンをすべて破壊してほしいの。お願い。マイメロディーばりなお願いの仕方だな、本当に。毎回。あ、ここ懐かしいな。レジスタンスのみんな助けたとこじゃん。さっき倒したばっかの芋を復活してる。で、よいしょ。やばい。体力回復誰かくれねえかな。うわ！ふっ！びっくりした。これじゃないなぁ。うお、めっちゃいるなぁ。待って、死ぬ。え、めっちゃ今慎重にならないと。下手したらやられる。あ、サイバーエルフ。え、ここへ来てなぁ。ここにいるよね。くそ。炎はちょっとあれだなぁ。これを繰り返そう、ちょっと。出ない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 なぁ。体力回復、出してくれよ。違うなぁ。欲しい、左右に集中も。くそ。なんで出してくれないんだ。おぉ。あ、来た。やっと来た。なんかもう、10往復以上してたわ。あ、いいね、いいね。やっとだ。ま、これぐらいればなんとかなるでしょ。おいで、おっととか危ねえ。エネルギー水晶か。よっ。狙い撃ちしてくるから厄介だからな。おっととと。なんか手が見えるな。お
こいつ、あ、いてて。いてて。よし。特には何もない感じか。なんだ?なんだあいつ。初めて見るぞ。ここめっちゃサイバイロヒー、いたいるな。こっちではなさそう。こっちではないみたい。よいしょ。エネルギー推奨じゃなくて体力回復を落としてくれないかな。落としてくれないな。落としてくれないな。こっちは?うわ、びっくりした。ちょ。お、やった。お、やった。体力満タン。サイバーエルフめっちゃいるな。いて。ずっとあの緑のやつも強化バージョンだな、あいつは。足が生えて動くようになった。ここには用がなさそう。あっち側か。右側行ってないもんね。よし。こっちかな。お、こっちっぽいな。敵のメインコンピューターはこの中みたい。ベースのコンピューターの最後の力を使って、そこを開けるわ。え?レジスタンスベースの最後の力使っちゃっていいの?ここで。どう?開いた?開いたよ、スイール。スイールって。めちゃくちゃ発音良くなっちゃった。開いたけど。お。コンピューター破壊した。おい!お前のせいで、貴重な一キャップが消えたじゃないか。あ。貴重な一キャップがもう一個出てくるようだってことは、あれか。システム上で、情報してくれたのか。ハッキングが完全に止まったわ。ありがとう、ゼロ。じゃあ、気をつけて帰ってきてね。あ、終わった。え、こんなすんなり終わっていいの?え、こんなすんなり終わっていいの?おぉ。ちょっと待って、オッケー。よし。よーし。なんか、拍子抜けだな。え?なんだ?ゼロ気をつけて。強いエネルギー反応。敵よ。敵?敵っすか?やだなぁ、誰だ?四天王じゃん、この音楽。あ、今度女の子だね。私は X 様に使える四天王の一人。レビアタンっていうの。あ、あの、牛の、上司か。キザ坊や、戦闘力、ん?キザ坊や戦闘バカが、いろいろと噂してたから、会えるのが待ち遠しかったわ。キザ坊や戦闘バカ。ん?キザ坊やや戦闘バカ。あれか、ハルピューイヤと、誰だっけ、パーブニルだ。あの二人か。へぇ、噂になってたんだ。まあ、倒されたからね。私があなたを壊しちゃったら、あの二人、どんな顔するでしょうね。楽しみだわ。さ、女だからって遠慮いらないわよ。退屈させないでね。おぉ、四天王会。もう、残ってるの四天王だけなのかな。見えねえ。あ、これ、炎だな。電気じゃない。何これ。よいしょ。やっぱ炎だ。
いてててててて。お、女だからって油断はしないぜ。四天王だからな。なんだって。撃ってくるな。よし。よいしょ。よいしょ、オッケー。いてて。家は切れる。当たんなかったか。なんかめっちゃ飛ばしてる。よし。よし、いいよ。お、いいよ。戦いやすいな、割と。いてて。やった！めちゃくちゃ、全然苦戦せずに倒せたぞ、今回は。なぜ殺さない？手加減したってわけ？舐められたもんだわ。今度会った時は遠慮なんかいらないからね。あなたの本気を見せてちょうだい。いや、割と本気だった。割と本気だったよ。じゃ、またね。わあ、四天王連続で出てきたね。ご苦労様、ゼロ。ありがとう。いやあ、今回の四天王は全、え？え？コードネームが、手厳しい。絶対シエルやん。厳しい先輩だな。いや、むしろ上司だな。薄のろて。いや、しかし、四天王、今回の四天王は全然苦戦しなかったな。ゼロのおかげで敵のハッキングは完全に止まったわ。ありがとう。私もゼロに負けないよう全力で研究に打ち込むわね。みんなの未来がかかってるんだもの。頑張るわ。おー、頑張ってくれ、ぜひ。俺も頑張ってんだから。うん。で、今回は、ちゃんとセーブします。はい、セーブしました。ということで、今回は、あれだね。四天王。まあ割と結構今回も道中が難しかった感はあるね。うん。で、四天王は初の一発倒しで。一発でいけた。サイバーエルフの力にも頼ってないし。うん。ゼロも強くなってきたな。強くなったのは多分俺なんだけど。バカずこなして、だんだん上手になってきた。うん。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。